太田小学校4月の30日かな、これからあるものを取りに行きます。こちらのですね、農協の資材センターさんに、お邪魔しましたと。伊達 J 伊達未来小原資材センター、これオスビナがいくらでしたっけ？あ、ミネドクですね。白い方がオス？あ、白い方がオス。で、赤い方がメス。で、こっちの赤い方が多分女の子？はい。女の子。はい。こっちは餌20キロのやつ2ついただいて、はいはい、メスが8、はい、オスが、オスが、あ、じゃなくてメスが7、7、オスが3、3。で10、はい、10で6000いくらだったそうですね、今聞いたら、はいはい、楽しみです。はい、あの頑張って、はい、はい、あの、はい、卵も大きくなればどんどん、はい、失礼します。6,059円、はい、ありがとうございます。2,3,4,5,6,7,000円で、はい、はい、いいですか。はい、2,3,4,5,6,7,000円で、ね、オスの方が安いんだ。そうですね。356円。そうですね。で713円ですもんね。ハイラインブラウンっていうのが7羽で713円。そうですね。はい。6,059円。はい。これ名物のあのスタッフの方だそうで、こういう方がいらっしゃいます。自宅にやってまいりました。正面のですね、茶臼山も、緑もですね。日ごとに濃くなってきております。桜が終わりましたけども、うちではカーネーションをですね、たくさん散りばめたこの八重桜が満開を迎えております。はい、しだれ桜もありましたですね。こちらの広いお庭ご紹介しますと、違うか、多分うちの姪っ子が生まれた記念で、植えたですね、ボタン、はい、ではですね、今日はこちらの倉庫の方に、先ほど お知らせした鶏のひな10羽がいるということなんで、突撃レポートをしていきたいと思います。イエーイ、なんだこの盛り上がりは。昼寝中だったかな、失礼します。はい、このようにですね、中ビナというぐらいの、大きさでいうと、そうですね、大きなヒナよりも一回り小さい大きさで、分けていただきました。先ほどお知らせした金額はですね、6000ダニガシは飼料が含まれていない金額でしたので、お断りしておきます。こんな風にですね、白いのがオスで、この茶色がメスということで、はい、これからなんていうんですか、ちゃんと小屋を作らないといけないので、どんな風にしていったらいいかなと思案しております。はい、ということでですね、元気に育って、美味しい卵をですね、ぜひ産んでもらいたいと思います。以上、中ビラの今日はですね、誕生日にいよいよ鶏の
飼育が自宅でも始まります。可愛いでしょ、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。